tbs ポッキャス tbs ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさんパーソナリティのジェンスーです tbs アナウンサー堀井美香です毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました本当にお疲れさん寒いね 毎回およそ30分、私ジェーンスと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい。というわけで、今週1週間いかがでしたでしょうかはい。今週1週間ですかいかがでしたっけ私。私いかがでしたっけ私いかがでしたっけ私いかがでした知ってることがあれば、教えていただきたいです。<laughs> <laughs> 私,どう私もいかがだった私の一週間どうだったすーちゃん。教えて。忙しかったね、確か。え確か忙しかった私、うん、そうだった、うん、あなたの一週間どうでした私、正直今日ダウナ。<laughs> 悪いけど、悪いけど今日の私は、 あなたは働きすぎですよ。もう私、<や>今ちょっと、うん、あの、庭の外に出たから言わしてもらいますけど。庭の外って何ネットで働き庭みたいなのがあるのね。何 <laughs> そ,<う>それどこ <laughs> え、大量、のの大量網から出たから。うん、ああ、なるほどね、うんうん。バッサバサの魚が跳ねる網から出たんで、言わしてもらいますけど。うん 働きすぎですよ、あなたは。てか、そうなのよ。知ってるわよ。いつも頑張れってうあなたが働きすぎっていうぐらいだから多分そうだと思うんだけど。ま、あでもいろいろさ、人生生きてるいろいろあるじゃないそうですね。なんかでもね、私、分かったの。結局、やりたいこといやらないと気が済まないっていうことが分かってそうです。あなたの勝負はそういうことですよ。うん、だから、なんか、ね、加減を知らないね。うん。 もう、だからもう、ぐる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 歯車回していくんですよ、死ぬまで。ねこの間さ、この話、オンエアでしたか、全然覚えてないんだけど、今週の私たちが覚えてないように。友達がさ、豊川稲乗の占いって話したはい。えそれはなんか、何回か聞いてますけど、多分、もつ鍋。もつ鍋鍋屋でしたのか。か美味しかったね、あれね。焼肉屋でしたのか、ちょっとわかんない。何本になる前に行けてよかったですけど、あの、 友達がさ豊か稲荷行ったわけよ。であの同じ占いをしてもらったんだけど、うん、同じ属性なのに、うん、着る色ラッキーカラーじゃないけどこういう色の服を着なさいとかっていうのが真逆だったの。はいうん 私が来ていいよ、来たらいいよって言われた、ミカちゃんが聞いてきてくれたやつとか、彼女は来ちゃダメで、私が来ちゃダメっていうものを彼女は来ていいだからそれ火でしょそうなのよ。火ッフ私も、急ごしらえでつけた知識だから申し訳ないけど、火だけど、ね、あんたはもう燃えすぎなのよ。だからくべちゃいけないの。だから水なの。 水を切るで黒なんだよね。黒なの。うん、その方は火でもうちょろちょろだからもうちょっと。そうそう。もうちょっと火力が欲しいってことでしょでとろびって言われたんだって。<laughs> あなたはとろびなので木をくべて火を大きくしましょう、うん、ってことで青をきなさい、うん。そういうことですよ。だからあなたは青をきちゃダメなのよ。そうだ。全てはグラデーションって思った。<laughs> 全てはグラデーション。でね、本当に思うんだけど、 全てはグラデーションなの。同じこともう一回言ったけど。全てはグラデーションだから、見分けがつかないこともあるわけ。はい。はい。ねうん。好意なのか、悪意なのか、善なのか、悪なのか、ええ。ね正義なのか、ええ、ライオットなのか、わかるなんか、サブテキストを読み込むってことですよね。そう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 。そうそう。そうそう。そうなんですよ。その人が言ってる、いや、そうじゃないんじゃないっていう、 教科を読むっていうことですよねこの間さ友達がめちゃくちゃいいこと言ってて、はいえー、その友達がさマッサージやってんのよ、うん、でマッサージの仕事ずっとやってて人の体を触るようになってから人の見え方が変わったんだって、えー、やっぱりその人の体の状態って心の状態がやっぱ出るんだって、うんうん、だから、うん、今この人こうだなとか来た時にあ何か我慢してるなとかそういうのが 体を触る仕事の人ってすごくわかるらしくて。うん、で、あ、そうなんだ、なんて話してたんだけど。で、まあ、全然関係ない話になって、いや、でもさ、とか言って。本人は、こうだって言ってるし、言動が完全に一致してるわけ。例えばさ、うん、私今までは、人の言葉は信じるなと。行動で見なさいって言ってたわけ。なぜなら、行動では人は嘘はつけないから。多分どっかで読んだんだろうね、本でね。うん、それを自分のことのように言って,てたんだけどさ。って言ってたわけ。で、 だから行動さえ見ればその人が本当のことをやってるか嘘ついてるか分かりますってってそれで大体今まで来たんだけどたまにさやっぱり何でも例外があって言ってることも行動も A っていうことを主張しているのに、うん、受ける印象は B っていうことがあるわけですよ、うん、で混乱するわけそうすると、うん、例えばえっ、ー、とあの人のことは嫌いっていう話をずっと聞かされて、うん、行動でもあの人が来ると逃げるんだけど、うん こいつ絶対あの人のこと好きだよなみたいなさあるじゃん,うん、うん、でそれは何なんだろうって言ったらあのねっつって目とか耳とかに入る情報っていうの我々は信用しすぎなんだとうん、うん、目と耳に入る情報っていうのは物事だったりとか人だったりとかが出してるメッセージの中でも大きい方ではないんだ、うん、どっちかっていうと無意識と言われる いろんな細かいことの積み重ね。顔が嫌だっていう顔をしてる。だけど、どっかがちょっと、それを求めてる仕草をする。言語化できない。うん、明確には言語化できないけれども、うん、何らかの空気がそういう、言ってることとやってることと反対のメッセージを伝えてくること。うん、まあ一番わかりやすく言う,言うと、なんだろう。私さー、みたいな、こう、ひとまず上出来に書いたんだけど、私さー、その、誰々くんのことを振っちゃったんだよね、って,って。 あ、そうなんだ。で、その後誰々くんが、エ子コちゃんと付き合い出したのよ。腹立つよね。だってさ、この間私のことめちゃくちゃ好きって言ってたんだよ。うん、ふざけんなんだよ。だから分かる。うん、めっちゃ分かるじゃん。うん、だけどその人が、うん、でもその後エ子コちゃんと付き合い出して、やっぱり、私がちゃんと気持ちを受け止めてあげられなかったから、自暴自棄になってエ子コちゃんのところに行っちゃって、うんうん、すごい悪いことしたなと思ってるみたいなこと言い出したわけ。うん、何を言ってるんだと思ったんだけど、うんうんうん なんだろう本人の言葉はそうなわけ。表情とかもそうなんだけど、うん、明らかに、畜生他のものですぐ生き上がって悔しいっていうさ、なんでかわかんないけど、それが伝わってくるわけよ。うんうん わかるこの感じ。わ、わかるよ。そう。だから、その人は行動と言葉は A で与えてるんだけど、こっちは C で取るんだけど、そうなの。でも実はその人は B を出してんだよ。そう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 。そういう、なんか、え、じゃあま、なで今 C が入ったそれわかりづらいだよ。え ?A で出して、A で受け取ってんのこっち、ちょちょ、間違え。A で出してんだけど、A で出したものをさ、受け取れないんだよ。A じゃないから。ああ、私は A で出したものを、いや、こいつ C だなって思って受け取ったのに、実はそっち B、実は B っていうで。また難しくなったね、あんた。 例えが難しくなった出してんじゃないのそれ。なんかだから、思言動さえ一致してれば私はそれは信じていいと思ってたの。今まで。言葉と行動。うん、会いたいよ、会いたいよ、君に会いたいんだけど忙しくていけないんだって言って、会いに来ない奴は会う気がないっていう奴よ。うんうん、言葉と行動が一致してない,ていだけど、会いたいよ、会いたいよ会いに来てんだけど、こいつ絶対会いたくないと思ってるっていうメッセージが来るっていうことがあるのはどうしたらいいんだろうねっていう話を友達にしたら、いや、そんなの、もう無意識で、 出してるメッセージの方がでかいんだから、自分のことをコントロールできると思ったら大間違いだと。で、自分の真相心で何が考えてるかっていうのは絶対に滲んで出ちゃう。うん、なんとおそ、その子が言うには、その子理論で言うには、恐ろしいことにそれを感じ取れるのは他者しかいないと。うん、自分は全く分かってないの。うん、っていう話をされて、で気にしてない気にしてないってってめっちゃ気にしてるっていうのがよくあるじゃん。ちょっと聞いてくれるる。なんだよ。行くよ。聞こうよ。 またちょっと若干秋田の話でサウンドダウンするんですけど、あの実はコロナ前に私お正月、実家に帰ったんですよ。うんはい、だから、母がぽつりと私に、うん、ま、ずっと帰ってなかったわけです。うん、帰ってくるなって言ったから危険だし。うん ね、あなたに何かあったらいけないか帰ってくるなってずっと言われてたし、休みがあったら東京で体を休めなさいコロナの前も、ね、うん、休みがあったらうちに来ないで、うん、お家の子供の面倒見なさいってずっと言われ続けてきたから、うん、休みがあっても帰らなかったりとか、あの、コロナだったら行かなかったりっていうのをずっと、まあ、何年かここ3年ぐらいあった。うん、ただ、母がなんか、いやお姉ちゃんは来たんだけど、あんたは来ないねって、 ってポツって言ったわけ。おいお。いおいと。あれ言ってる A じゃないんだ、この人は。C なんだと思って。B どこ行ったで、まあ B なんだと思って。私パッと別に普通に、あ、お姉ちゃん来てたんだって言ったのね。普通に来てたんだと思ったから、このコロナ禍で来てたんだと思ったから、お姉ちゃん来てたんだって言ったら、母が私に、あんたは小さい頃からそうやって、言葉の、 なんか本質を隠して嫌味を言うよねって言ったの。えまた違うメッセージ来た <laughs> 何その何ねなんか嫌味って言わなかったかな、うん、なんか違うことを隠してそういう言葉を言うよねって。小さい時も、ね、このお菓子が、それ昔から言われてたんだけど、このお菓子が欲しいっていう時に欲しいって言わないで、うん、お母さんこのお菓子何って聞いたあなたはって。それずっと昔から言われてたんだけど、だから、 その伝えたいこととかを、ちょっとなんか違う表現で、そう、相手がわかるように、うん、わざと情報を隠した言葉の外に、情報を。悟られないようにして,言て,て言いい、言ってたっていうことを母親は言いたいんだけど、私は悪いけど、その意識は全くなかったはい。でも、<う>無意識、だからそれ難しいところで、そう、お母さん自身がそういうじ、 こう自分がそういうメンタリティの持ち主だからそこ、そういうふうに解釈しちゃうっていうのもあるし、うん、プラス、ニがちゃんは分かってないけど、もしかしたら他の人だけが気づく、そう。欲しい欲しいオーラがあったのかもしれないよ、ね。そうなの。だから、うん、多分なんかこのちっちゃい摩擦って、やっぱり自分の思考とハブのその違い <laughs> その誤解が生んじゃうんだなって思って。思考の違い、誤解、もうあるじゃんまず、こうやって言われた時に何て言うけど、私、私は基本的に嫌味が一個も伝わんないの。うん、全然わかんなくて、うん、あれ、嫌味だったんだよって言われたこともあるけ。嫌だ <laughs> 私もそうだよ、私もそうだよ。そうだけど、でも、私たちも絶対自分をダマくらかして、うん。現外のメッセージで違うものを出してる時あるわけよ。うんうん、ああまあ、そうね。あんまりやらない方だけど。わかんないよ、そんなの。<ー>コントロールできないもん。 本当。で、もちろん、こっちが楽観的になって都合のいい読み解きをしちゃうこともあるじゃん。言われてないことで、うん、っていうのもあるし、うん、でもいろいろあるけど、とにかく、私がすごいホッとしたのは、そういう時にすごい悩んでて、あ、私がやっぱり、なんていうの、おめでたすぎるのかなとかさ、うんうん、おめでたいからそんなこと思っちゃうのかな同じ状況でも、それこそ悲観的な友達は、全然私みたいに思わない。うん、今日は雨ですねって言われたら、 あ雨なのかって私と、うん、あの人はねなんとかなんだよっていうさその雨だと思ってないのに、うん、雨ですねっていうことであなたのなんとかを知ろうとしてるんだよみたいなさ、うん、読,み読み解きする人もいるわけじゃん<ー>とかそういうなんかなんか何ていんでその いわゆる読み解く側ので、で、で、今までも読み解く側の問題っていうふうに、美香ちゃんも今思ったわけですよ。うん、だけど、読み解く、私だから思ってたのは、言動が一致するかどうかっていうこと、言葉を信用するのは行動を信用しろ。あと、読み解くときに相手側の解釈の癖っていうのがあって、うん、あの、誤解を生むっていうことがあるけど、うん、もう一個そこですよ。次のステージに行きましょう、うん、大庭さん、リスナーとともに。うんうん、自分が全く知らないときに、やっぱり、醸してるムードっていうのはあるわけですよ。うんうん うん、自分では自分で,自分で自分のことをだましてんだけどそれがだましきれてなくてポロポロこぼれてるっていうのがあってっていうのがあるから言動が一致してようがなんかおかしいなって思う時はそれが正しい場合もあるんだよだからそんなに私がすごいなんか楽観的すぎるのかなとかそんなに思わなくても大丈夫なんだよって言われてあそっかそうだよな喋る仕事と隠し事してんじゃん私で。これが 表現とさ、コミュニケーションの全てだとどっかで思ってるとかあるけど、それこそちょっとした目の動きだ、それ、言語化できない何か一つだでさ、全然変わるわけだから、与えるメッセージなんて。うんうん、まあ、あのね、あの、相互理解、超難しくて、あたぼうよっていう、ね。難しいよ、その、言葉以外の子ね。そうやって取られちゃうと、うん、えぇってなっちゃうもんね。だかあなたがもし、その、あっつって入って、 うん、今日暑あっつって入ってきたら、うんうん、あちょっとなんか更年期障害とか、イライラしがちなんだ、今日はなんか余計なことを言うなっていうことかしらってこう考えたらいいってことかしら <laughs> 違う違う、そこで、あ,あっ、っつって入ってきたら、どう思う私だったら、あ部屋の温度探いるとか、うん、あそうそう、単純に、何走ってきたのとか、だから単純に、今まではそうだったけれども、うん、そのの何言葉以外の深読みはしなくていいと思う、<laughs> あの私たちはできないから。<laughs> よね。私たちはできないから。そう。そうなのよ。ことの解釈ってやっぱり、うん、その人の性格とか、うん、育ってきた環境とかにすごくよるから、うん、それ以上のことはできないから。うん、そうなの。無理です。ただ、こうやって言われて、こうやってやってんのにおかしいな、おかしいな、なんでだろうと思ったときは、自分がおかしいんじゃなくて、無意識のメッセージを受信してるってこともあるよっていうことで、うん、ほっとすることもできるよっていう話。うん、うん え、ちょっと周りくどいから、あの、ちゃんと言うとき言ってんのよ、別に。言ってる。え、え、え、だけど、C だけど、B だし、マジでよくわかない。マジで私はここで C を出してきた、堀美ミを、心底恨んでる。C を出したことによって、全く、何 ?C って何マジで。中山美穂よ、ヒットシングル。C ートランの、月き合りあなたを、 死って何な,なんだよっていうことですよね。っていうのでちょっと気が楽になったの。うんうん、なんか。うん、難しいねだからさ今日は晴れです今日は雨ですだけでも相手がどういう精神状態によるかとかそうとどういう時は伝わり方によるかとか。うん、あ寒いとかいうのもさ。だから微調整とやっぱり完全なる相互理解っていうのが完了したっていうことはないっていう前提で。うんうん や,やっていかななきゃいけないけんだよねだなんか本能的にやっぱりそら行間なんか小説とかさ映画とか見ててもやっぱり行間とかその人のセリフの裏のこととかうん、うんまあ読むのは本能的に持ってるじゃないですかこうやって言ったことに対してえ実は何言いたいんだろうっていうのは必ず考えますねそうだねそれでちょっと混乱して今週はダウナーになってたの、うん、だけど何、ね、とかやってます、うん ね、生きてます生きろ生きろだよ、うん、そうなんですあのあ私ねあのねなんだよ <laughs> ふと思いついた顔私ねずっとそれ言いたいかったんですけど、うん、ずっとあのブラトップ <laughs> その話していいですか <laughs> ブラトップの話どうぞ <laughs> ブラトップをね,唐突にたねずっと同じの使ってるんですようん、うん もうこののブランドじゃゃなきゃダメっていうのがあってはいうい、はい、ございますねどなたもねでもう死ぬまでこれを使っていこうと思ってるものなんです360度こうキュッてなるああいいじゃないですか、ね、あのなんかほら割とブラトップとかってあのレースのものが多いんですけど、うん、こう晒し状態でピッとまっすぐになっててレースでもなくて、はい、まて胸元とかもそんな見えないんですよ、うん こうかがんだりとかしてもいやらしくないブラトップなんです。本当にねあのこのいいタイミングで差し込んで何の結論もないんですけど、うん、あのそれがね下着ってほら新商品開発すると廃盤になるじゃないですか。なりますね下着だけじゃなくいろんなものがなりますけど下着は特に困ります,ねりますよね。うん、だからねストックがあとね。 三つぐらいしかないんですよ、<え>それは。廃盤になっちゃったのもう。なったんです。で、なんか、あろうことか、うん、私がもう検索しまくるから、その、どっかにないかと思って、うん、もうなんか同じ商品が出てくるんですけど、うん、なんか、あるかのように出てくるんですけど、うん、あの、それ検索すると必ずゴーエルしかないんですよ、うん。<laughs> なるほど。ゴーエルは、ミカちゃんに大きいね。はい、なので、どうしようかなっていう。 <laughs> 落ちがないのもいいのも話 <laughs> いやブラトップはね、私もありますよ、一回も。あなたは、あなたはブラですか、それは。ブラトップです、これは今日は。あなたはたあなたはブラトです。あなたは大変な。収まりきれないでしょ、それは。ブラトップがさ、ユニクロのブラトップがさ、まあ、初代2代目ぐらいまでは好きだったんだけど、もうユニクロもほら、勉強熱心だからさ、一生懸命、いいの、いいの、いいのって変えるわけですよ。よ 余計って,うのけてうのいうな、余計っていうで、いやでも、締め付きが強いのが今なくなったのが出てるらしくて、それは素晴らしいなと思うんですけども、えー、横をサイドに土流れないで。えー、でも、私が唯一言いたいのは、あなたの今言った、横一直線のさらしが欲しいな私は。そうですよね。なぜここ V するそうですよね。私たちの V は無理。もういらないの。ノ、no、ー V! <laughs> フラットあのね、ほ、ほんと、タニマイズンニュータニマとか見るとちょっ、 ぞっとするから。<laughs> いやいや、そこまでは言い過ぎ。人によって谷間出したかったら出せばいい。私も谷間を出したいけど <laughs> いや。違う違う、自分の、自分の谷間とか見ると。で、私は、ブラトップがあんまり、あなたと違ってきついの嫌なんですよ。うん、だ,だまあ、その、ブカブカではないけど、そこそこのサイズのものを使うと、谷間がすごいからさ、パイがさ、右に左にってさ、<ご> <laughs> もうなんでこれってさ。<laughs> あなたのは本当に意志を持ってますもんね。目立<や>手でこうミカちゃんも今日、こう、今日見えてくれる私はねあ、いやいや、私ね、もうなんかね、なんていうか、無力なんですよ。無力。<laughs> 無力って何パイに無力って何 <laughs> もうね、もうね、あの、そう思ってないんだと思う、この子たち。もう自分が胸であることを忘れてしまう <laughs> パイを擬人化するなよ、この子たちって。産んだのか。 むしろそれで育てたんだろその二つの父が。だから私はいつも垂れたきゃ食べろって言って。<laughs> 話しかけるな。自分のおっぱい、ちぐさに話しかける。<laughs> もうなんか昔の元気な頃の感情を持ってた頃、もう忘れちゃったんだよね。<laughs> 元気なおっぱいうん。忘れちゃったんだよね、もう,ねもう。私はだからそのあなたと同じ V はで、今ユニクロ V のしかないんですよ。見る限りだと、ネットで見たりとかで、あと、 やっぱ直線がいいよね。直線がいい。直線も。そうもう、もう、そう駆動静かで、てれテてれって言った時の、<laughs> この、てれって横の時の、てれってって、てれれの、てれってんの時の、てんの横がいいんだよ。気持ちよく晒しみたいな、ピシッってなってるのがいいんですよ。垂れないで、横に広がらないで、とにかく、とにかくここは V にしないでくれるだそうなんです。で、でもなかなかそれがなく、私ユニコロ好きなんですけど、それがなく、かつ、 ヒートテックとエアリズムに振り切っちゃっただけ。私が欲しいのは布テックなの。<laughs> 普通の布。<ん>もう、な、布テックいらない。なも,もうぬ、C はいらないでしょ ?A, B, C に行ったらしなんでそこで普通の、汗染みできてもいいから。あの、なんつうの、汗そんなに吸収しなくてもいいから。 頼むこっちは A が欲しい。あんたは B を生産する。だから C はいらないっていう話でしょ。本当になんか、絶対お前が C 出したこと一生忘れないからな。死ぬまで忘れないからな。一生、末代まで恨んでやるからな。その C を出して話を混乱されたこと。<laughs> だって C ってあるじゃん。<laughs> C、シャと、また話持て、だからその、布テックでいいのよ、私はもう本当メンテック。メン、だってもうテクノロジーいらない。 面 <laughs> ジャストめもう、で、後ろのところの紐とかが、こう引っ掛けてあるのが、ブラみたいに取れたりしなくていいいいなんもしなくていいいいです。うん、もう、シンプルなやつをくれ、うん じゃあ、いいんじゃん別に無印とか言えばいいんじゃんとか言う人もいると思うんだけど、うん、形的にはユニクロが一番欲ってんのよ。ようやく。だから、そうそう。ようやくなんですよ。ようやくなんです。だからもうこれ以上テク、<laughs> テクノロジーしないで。私の、なんか私のその長年愛用してるブラトップ、うん、もう本当に私このブラトップとクラクを共にして死んでいこうって。ククバカじゃないのもあ体の一部だったんだもん。うんうん それがもう探しても探してもどこにもないわけ。うんうん、で、じゃんじゃんその会社が、まあ通販とかで新しいのやってんだけど、はい、レースついてたり、V になってたりうん、うん、もう小ざだったことしちゃってたり。わかる分かる。テックでしょテックでしょ <laughs> だから、テックい。テックはいらない。っていう話なんです。であでテックデザイン。私たちいらないものはテックデザイン。もうね、麺 <laughs>。麺100%頼みます。本当に。 軍勢とか頑張れよ <laughs> 一直線の面面面 <laughs> 一直線の,直線の面頼むっていうねところでございますけれどもすみません実はですね先週、はい、笹生君のメールを読みましたうん、うん、15歳でしたっけ、えー、とゲイであることをカミングアウト親にしたら受け入れてもらえなかったで死にたいなんていうことを言ってて生きようねっていう話をしたんですけどまあ番組 史上初じゃないですかね一つのテーマに対してのメールの数としてはもうかなりたくさんのメールを皆さんからいただきました、はい、本当にありがとうございました、うん、ありがとうございますで笹晶君多分毎週聞いてくれてると思うんでね、うん、あの届けたいと思うんで今日、はい、ちょっとたくさんそのメールを <laughs> あのババールくだらない話のあと <laughs> バ,ババール A だ B だ C だ布テックだっていうフ <laughs> ブラットップの話の後はっと皆さんからのメールをたくさん読みたいと思いますのでぜひお付き合いくださいじゃあちょっと美香ちゃんからいきましょうか、ね、これでもあのコピペしてまたお送りするみたいなことをスタッフが言ってました読み切れないのもありますからね、はいはい、えーっと スーサミカさんおはこんばんちは、これまでのテーマ、整形や離婚に赤木山、ご助会の皆さん、うん、赤木山 <laughs> ご助会の皆さんのメールに笑ったり泣いたり、楽しく聞かせていただいている一方で、私にも何かできることはないかなといつも思っておりました。うん、前回のエピソードで、一人の少年から投稿が読まれたとき、今がその時なんじゃないかと偉そうにも思いながら、今メールを書いております。はい、私もゲイです。 30年生きてきてこうして口にしたのは初めてです正直自分でも言い切ってその枠に入るのが嫌だったり怖かったりしますなので若い彼が自分がそうだと感じて話をし戦おうとしているなんて強いなと思いました力になれたらいいのですができることといえば知らないことがいっぱいあると思うので先輩リスナーの話として聞いてくれたら嬉しいです 私は普通に働いて普通に暮らして生きています男性のパートナーがいます25歳の時突然家族へ当たり前のように紹介しそれがカミングアウトにもなりましたが、うん、わざわざ言うつもりはないので家族以外にはしていません最初は驚かせてしまいましたが今は仲良く家族ぐるみで付き合っています、うん それでも家族に偏見がないとは言い切れません。私は上京し離れて暮らしています。田舎に住んでいる家族には守らなければならない体裁もあるでしょう。きっとこの距離が私たち家族です。 これからまだまだ考えなければならない問題はあります。50代のパートナーとの老後や妹が結婚したので義理の弟への説明。だけど毎日楽しいよ。私にとってそれはパートナーがいるからなんだけど、友達だったり夢中になれることだったり、若いあなたには時間がかかっても確実に待ってると言ってあげられます。愚痴をこぼしながら生きていきましょう。 長文失礼しましたコロナウイルスの感染状況もまた増えていますスーさんミカさんご助会の皆さんもどうかご自愛くださいということではいありがとうございます、うん、初めて口にしたというですね名お名前ないのか特名希望さ前はそうですね,ね、うん、はい、えー。こちらもありますはい。こんにちは初めてメールします高校三年生のくんちゃんと申します少し前からなんだか疲れた日に夜お風呂に持って入れるブルートゥーススピーカーにスマホをつないでお風呂で聞いています なんだかお二人の話を聞いていると頭の中が優しい気分になってリラックスできて救われています。ニコ。世代の違いゆえわからない話題もありますが、そりゃそうだね。ずっとお便りしたいなと思っていたのですが、実はなかなか忙しくてできず、でも、えー、エピソード68のゲイの中学生、佐々ョ君からのお便りを聞いて、何か彼に伝えたいと思ってお便りしました。僕は今18歳のゲイです。僕も中学生の頃自分がゲイであることを自覚しました。 気がついてからしばらくは自分でそのことを受け入れられずに、その事実を考えないようにして生活していました。しかし高校に入って進路のことなどを考えるようになると、将来像を描くときに自分が芸であることを考慮に入れざるを得なくなりました。一人で抱え込んでいるのが猛烈に苦しくなったとき、2歳くらいから付き合いがあって幼なじみにカミングアウトしました。うん、彼女はこちらが表紙抜けするぐらいあっさりと受け入れてくれました。 その後、教室で別の男子同士がじゃれあって遊んでいるのを目にした、仲の良かった同級生が、やめろよ、ほも、キも多いと言っているのを耳にしてしまったことがありました。その場では苦笑いをして受け流していたつもりだったのですが、帰り道にどんどん気持ちが沈んで、気がついたら死にたい、死にたいと呟いていたということがありました。その時、ふと我に帰って、そんな考えが浮かんできていることに恐怖を覚え、唯一カミングアウトしていた幼なじみに、その日会ったことを吐露しました。うん 数日何も起きる気が起きず、虚脱感に襲われて過ごしていましたが、誰かに聞いてもらえたことで少し肩の荷が下りて前を向くことができました。笹翔くんにもそういう人ができたらいいなと思います。僕は今幼馴染のほか5人の友達にカミングアウトしています。親にも去年の夏カミングアウトし、一応は受け入れてくれましたが、なんとなくその後お互い僕のセクシュアリティについて話をできずにいるので、微妙な感じです。やっぱり親との関係がうまくいくようになるには時間がかかるのかな。 多分前に生活しているだけで当事者でなかったら気がつかないようなところに山のように自分のことを否定する気持ちが湧き上がらせる材料になってしまうのが転がっていると思います。一人でそれに耐えておまけにお母さんに否定的なことを言われていると本当に耐えて生きるのは大変だと思う。なんとかその大変さ、辛さを吐き出せる棒を作ってみてほしいと思います。僕の場合はカミングアウトしている友達は6人中5人が女友達です。やはり同性には言いづらくて。 僕の経験上は、同世代の異性の方が受け入れてもらいやすいかもしれないです。お母さん世代と違って多様な価値観がある社会の中で生きていますし、ある意味、あなたは僕の恋愛対象にもならないし、性的欲求の対象にもならないんですと宣言するようなものですから、かっこちょっと言い方変ですみません。受け入れ でてもらいやすいと思います。逆に同性だと今まで自分に恋心も性的欲求のどちらも向けてくる相手ではないという前提で付き合っていた人から必ずしもそうではないと宣言されるわけですから戸惑いが生まれやすいんじゃないかなと思っています。別に僕だって誰それ構わず男と見れば習ってるわけではないので僕がゲイだということのみでそんな心配をされても自意識過剰だよっていうだけの話なのですから。ほここそうだよね。脳毛のところにほんとそこうぬぼれんなよって話だよね。 異性だって、誰だって、あっさり受け入れてくれるわけではないと思うので、カミングアウトする前にはしっかりと事前リサーチすることが重要です。機会があれば、それとなく LGBTQ に関する情報を振ってみたりとか。普段あまりそういう会話しないと、なかなか難しいかもしれませんが。 もちろん、カミングアウトをすることが絶対必要とは言いません。やっぱりすごくリスキーだし、余計に傷つく可能性もあることだから、笹昇君のリアルな状況を知らない僕が、しないようと軽々ということはできません。あくまで僕の場合は、そんな風に頑張っているよという例として受け取ってください。 カミングアウトすることができなくてもツイッターで辛いことを呟いてみるとかも僕はしています。もちろん余計に傷つく可能性もあるから気をつけて、僕の場合はあまり広がりすぎないように、うん、ハッシュタグとかあまりつけず、似たような境遇で、投稿の内容も似てる人、かっこ、エロ赤みたいなのもたくさんあるんで、そういうのはではなく、うん、と、お互いフォローし合って、対面もないことを話したり、なんか辛いことがあった時にツイートして、お互いわかる、それ辛いよね、と話したりして、ストレス解消する感じで使ってます。 カミングアウトする前からノートに記事を書いて投稿したりもしています。同じく芸の先輩とか同じぐらいの世代の人から励ましのコメントをもらったり、逆に励まされたとコメントをもらったりして、こっちが元気になったこともありました。長くなってしまいましたが、とにかく同じ日本のどっかに同じように自分のセクシャリティや周りの関係に悩みながら頑張っている仲間がいるよ。こんな風に頑張って生きてるよと伝えたくメールしました。 辛い時は何を言われても辛いし、理解してくれる人がいても時々自己否定に陥って苦しくなったりするけど、まだ僕ら十数年しか生きてないんだからもう少し頑張ってみよう。僕も自分よりもっと辛いかもしれない立場で頑張って生きている仲間がいるんだからと、自分を奮い立たせながら頑張っていきたいと思います。くんちゃん。 ね、なんか、でも本当にありがとうございます。うん、たくさんの方からいただいて。全部読みました、私たちは。ね。番組中に読めないものも全部読みました。うん、ありがとうございます、うんうん。これほど心強いことは笹生くんにとってないと思いますね、うん。そうだね,ね。皆さんの言葉って。えっ、ー、と、シーサンミカさんはじめまして、してどうしてもお礼をお伝えしたく、初めてメールします。ありがとうございます。私は九州在住の40代後半のゲイです。うん 前回の放送会で笹昌さんのメールを取り上げていただき本当にありがとうございました。そして受け止めていただき本当にありがとうございました。自分が10代の頃はまだ自分がゲイである苦しみを話せる場所は社会にはありませんでした。なので今このような形でこの番組が対応していただいていることは 過去10代に一人苦しんだ者にとっても本当に嬉しいことですし、私自身とても勇気をもらいました。うん、また、代わりに謝るね、ごめんね、傷つけて、のスーさんの言葉、もちろん笹サさんに向けた言葉なのはわかっているのですが、リスナーである私にもとても心に染みました。 電車の中で聞いていましたが、笹翔さんを応援したい気持ちと、普段は意識しないようにしていますが、そういえば自分もずっと傷つけられてきたなという思いとで涙が溢れてきてしまいました。私は普段大学で教員をしています。 職場ではカミングアウトはしていないのですが、ひょんなご縁から臨床心理士として LGBTQ の方々の支援に携わっています。そこで笹生さんにお伝えしたいことが2つあります。一、はい、1つ目は10代、20代も対象にしているセクシャルマイノリティ向けの電話相談がありますよということです。うん、全国どこからでもかけられます。もし気が向いたら使ってみてください。横浜にある市 SHIP, SHIP という支援団体がやっています。ネットで検索すればすぐ出てくると思います。SNS アプリには言葉巧みに10代の若者を騙し、食い物にしようとする悪い芸の大人もたくさんいます。そこにはぜひ気をつけてください。もし身近に信頼できる場所や信頼できる大人、かっこ例えばスクールカウンセラーなどがいれば、そこに相談されるのもいいかもしれません。 そして二つ目は、カミングアウトされた側である親の会などもありますよということです。もし笹翔さんのお母様が今後勉強されてそれでもまだ受け入れられない、もしくは受け入れたいけど気持ちの整理がつかないといった時には、もし近くにそのような親の会があるなら、一度ご紹介されるのも手かもしれません。親の需要の問題を当事者でもある子どもが対決し、引き受けるというのはとても大変で酷なことです。うん 専門家や自助グループの力を借りるべきではと個人的には思っています。うん、同じく苦しい10代を過ごし、その後も生き続けている芸の一人として、笹昌さんを応援しています。笹昌さんが引き続き自分らしく生きていけることを祈っています。はい、そして自分も自分が自分であるために精一杯のことを明日からまた腰淡々と生きていこうと思います。うん、乱筆長文失礼いたしました。 新春も過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日も続いています。オミクロン株も猛威を振るっておりますので、季節柄、どうぞご自愛くださいあとう。ありがとうございます。具体的なお話がたくさんあって、うん、心強いですね。うん、ね、うんえー。この方はですね、ニュージーランドの方ですね。はい。こんにちは。初めてお便りします。40代半ば恐竜大好きおばさんです。いつも楽しく配聴しております。 前回のエピソードやった15歳の笹昌さんの話を聞いて、我が家の話をシェアさせてもらいたいと思いお便りしました。我が家の13歳の娘もレズビアンで、12歳の時にカミングアウトしました。私はなんとなく分かっていたので別段驚くこともなく、そうなんだという感じでした。本人は私に言うのが一番緊張したらしく、面と向かってではなく、長文メッセージ、テキストによる打ち明けでした。 私は南半球のニュージーランドに住んでいて、娘の学校の友達にも LGBTQ の子たちがいますし、娘のクラスも二度芸の先生が担任になったこともありました。先生たちにも夫がいます。で、普通に話してくれます。同性婚も認められており、私自身何の抵抗も違和感もありません。ただ、私も笹昌さんのお母さんと同様、 まだ決めつけなくていいんじゃないと娘に言いました。うん、なぜそう言ったかというと、学校の誰々ちゃんがノンバイナリーだとか、誰々もトランスジェンダーだとか、普段からそういう話をよく聞いていたので、もしかしてストレートじゃないことが学校で流行っているのかなと思い、軽い気持ちで娘に言いました。それに、まだ私にとっては小さい娘なので、もしかして性的思考がはっきりとわかっていないのかもしれないと思ったからです。 でも娘は泣きながら一年くらいずっと自分はストレートじゃないのか、レズビアンなのかいろいろ考えたし、自分のことが少し気持ち悪くも感じたし、いっぱい悩んで出した答えだから、もう迷いたくはない、悩みたくはないと訴えてきました。その時私も初めて娘の思いに気づき、そんなに真剣に考えて結論を出したことなんだったら、もう苦しまなくていいよと伝えました。 私がここで言いたいのは、親って子供に何気ない言葉をよく発して傷つけてしまうものだということです。言ったことすら覚えていないので、立ちが悪いですよね。私が子供の頃も親の何気ない言葉に傷ついたのを覚えています。あんた、ほんまほやなぁとよく言われて傷ついたものです。でも今思うと母親にしてみれば、単に大阪のおばちゃんのツッコミだったんだと思います。親にとっても色々初めてのことです。自分が通ってこなかった道です。親も不安で当然です。 自分のアイデンティティについて私の娘も笹生さんもきっと長い間考えて打ち明けてくれたことだったんだと思います。でも親にとっては何の心の準備もなしにいきなりって感じなので親の気持ちが揺れるのも当然だと思います。うん、友達同士のお泊まりはどうしよう。こっちは良くても相手の親がレズビアントのお泊まりを拒否ったらどうしようとか。どこに回答があるんだって感じで私も必死に調べたりしています。多かれ少なかれ参ったなぁと思うこともあります。でもそれも愛情があるからこそだと思います。 どうでもよかったら心配もしないし、動揺もしないし、口論にもならないし、文句も言わないです。笹生さんのお母さんも心配になるあまり、空回りして言うべきでないことを思わず言ってしまったりすることもあるかもしれません。周りに言わない方がいいんじゃないとお母さんがおっしゃったのも、まだまだ周囲の理解を得るのが難しい日本で、自分の子供がもしかしていじめられるかもしれないと想像するだけで耐えられないからだと思います。 確かに、これらはすべてお母さん自身の不安な気持ちから来るもので、それを笹昌さんに押し付けたらとても苦しいだけだと思います。なのでお母さんの言ってることは、そうだねと、堀さんがおっしゃってたみたいに、右から左に流して OK です。私は、笹昌さんのお母さんはもうとっくの昔に笹昌さんのことを認めてくれてると思います。 きっと自分の中の葛藤と戦っているだけなんだと思います。それがついつい口に出てしまうのでしょう。笹生さん自身が自分で道を切り開いていかれる姿を見て安心し自然に理解されていくのだと思います。自信を持って諦めずに時間をかけて親にも自分がどれだけ真剣かということを伝えてあげてください。そしてお母さんの何気ない言動が笹生さんの気持ちを傷つけお母さんに理解してほしいということも伝えてあげてください。うん ここが道場だと思って自分を鍛えようくらいの気持ちで、あと5年くらいしたら胸を張って、海外でだってパートナーと自由に暮らすこともできます。可能性は無限大です。長文になりましたが、海の向こうから応援しています。い<や>ということで、嬉しいあの、親の気持ちっていうのをね、親も親だからこっちもちょっとうまくできないで、ねうん、ごめんねって話をさ、15歳の子にぶつけるのはどうかなと思ったんですよ。うん、だけど、まあ、大ばあさん聞いてる15歳だから、うん、相当早熟だろうなというふうに私はちょっと踏んで、 まあ親もこういう気持ちなんでそれを全部汲み取る必要はないけどまあ親って15歳の時まだなんかギリギリ完璧人間だと思ってたかな私も全てを理解して全てをこう知っていてっていう存在だと思ってたら意外とブレブレっていうのがね分かってくるのがここからだと思うんですけどそういうのもありましたありがとうございます ちょっと海外の方からたくさん来てるので、はいはい、海外の方の読みます「すいさ美かさんおはこんばんちは,はスペインから毎週楽しみに更新を待っているおばさんです先週の放送で紹介されていた15歳の笹生さんのメールの内容を聞きながらそんなことで死んでほしくないと思い初めてお便りいたします。ありがとうございいます、えー、私はいわゆる LGBTQ コミュニティにに、うん、今年46歳になります、はい、私のカテゴライズは TM2F、うん、のトランスジェンダーで、はい、メール2フィーメールですから男性から女性えっ、ー、とバイオロジカルなんていうの、生物学的には男性としてもらえたけど政治人は女性っていう方で、うんえー、男性から女性になったってことですね。これも LGBTQL プラス LGBTQ+, プラス LGBTQL+, プラスとかいろいろありますよね。うん,うん。うん、はい。で、子供の頃から自分の心と体が一致していないことに気がついていました。一、うん、日さえもそのギャップに気づかないふりをすることができないくらい、うん、この世界は男女二元論をベースにデザインされていて、昭和50年代の子供時代は日々絶望していました。今思うと、 笹サさんの年齢くらいの頃が一番苦しかったと思います。もう少し子供の頃であれば夢を見たり問題を先送りできたけれど、うん、15歳にもなると未来がどんどんリアルになってくる頃ですから。でも大丈夫。本当に数年でその大変さは和らいでいきますよ。誰だって思春期は大変ですが、セクシャルマイノリティの場合はそれに加えて、 自分が他ととは違うことへの戸惑い恐怖不安なども日々感じることと思いますうそうだ、ね、ヘテロセクシャルの15歳はあまり自分の性自認やセクシャルオリエンテーションについて深く考えることはないので笹生、はい、さんより孤立しているように感じるかもしれないですね。 だけどセクシャルマイノリティに限らず誰であっても親や社会に認められることが生きる目的になってしまうと苦しみが大きくなってしまうと思いますなぜならすべてが外の世界次第になるつまり自分の幸せは他人次第になってしまうからです、うんはあなんかはい本当にそうだね 両親の理解や協力があるととても心強いですよね。私の両親もこのことに関しては無知でした。 説明もしたし、育て方などの肯定的なものではなく、そのように生まれただけであると何度も伝えました。うん、だけど、自分の常識を超えたり、その人にとって都合の良くないことは、理解する努力をせずに、無意識にスルーしてしまう人は多いんです。うん、私も自分に関わりのないテーマだったらそうしていることもあると思います。 私はなるべく目立たず周りと同じ扱いでいてほしい。そう望む親元をすぐに離れ、体と心を一致させるプロセスに入りました。そうしなければ生きていくことができなかったからです。うん これは時代でもありますがトランスジェンダーはセクシャルマイノリティの中においてもマイノリティで思春期に自認し家族のサポートがない場合はなるべく早い段階で自分が属するコミュニティの力を借りないと自殺する人が多いんです16歳だった私はその危険を本能的に感じて行動したんだと思います、うん 笹サさんと同じ状況ではありませんし、どっちがより深刻かという話でもありません。笹サさんには家出など早まったことはせず、まずは同じ悩みを持つ同世代のお友達と繋がってお互いに共感する経験してほしいと思います。今はいろんな方法があると思います。 同じことに悩んでいる人はたくさんいます。広い世界にはセクシャルマイノリティではない優しい人、思いやりのある人もたくさんいます。うん、反対に意地悪な人や乱暴な人はどこにでもどんな時代でもいます。そういう人は自分が無知であること、満たされていないことに気がついていないだけです。うん、幸せな人はそんなマウントをする暇なんてないんです。どんなことがあっても自分がどんな世界を生きたいか、 どんな人とどんな人生を送りたいかに目を向けていれば必ず素敵な未来につながっていきます。スーさんもおっしゃっていましたが、あなたがあなたであることで死ぬ必要なんてありません。うん、絶対に生きていてよかったと思える瞬間が、これからたくさん笹昌さんを待っています。 私はヨーロッパの白人社会で有色人種のトランスジェンダーとして生きるマイノリティ中のマイノリティですが、とても幸せです。もちろん大変なこともありますが、マイノリティだから大変なのではありません。みんな大変だったり楽しかったり、それが人生だから。これからたくさんの人と出会って、たくさんの素晴らしい経験をされることを心から祈っております。 しいはい、ありがました、うん。ありがとうございます。次はフランスの方です。うん、すずさ美香さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。カリコリと申します。前回の笹生さん15歳の話を聞いていてもたってもいられず、仕事の昼休みにこのメールを打ってます。東方ゲイのアラフォー38歳フランスで暮らし、現地企業で働きながらパートナーと飼い犬2頭と暮らしています。しょうちゃんと同じように、僕も20年前親にカミングアウトした時、孫が欲しいと泣きわめかれ。 その後も数回にわたって、同性愛者は市民権のない人たちなのだから、他人には言うな、と電話されたのを忘れられないので、翔ちゃんの気持ちがよくわかります。また、秘密を吐き出す方は楽になるかもしれないが、それを受け止めて生きる親の気持ちも考えろ。自分勝手すぎると言われ、とも言われ、カミングアウトする選択が間違っていたのかという疑問が、その後数年にわたって頭に渦巻いていました。 翔ちゃんに伝えたいのは、まず、中学生という若さで親にカミングアウトできるその勇気と同胸カミングアウトは誰からの圧力も受けずに自分でタイミングを決めるものだし、したくない人はしなくてもいい。けれど、どちらにしても大きな勇気のいることで、その勇気を中2で持ってた翔ちゃんは本当にすごい。 また、今は実家での生活しか経験のない翔ちゃんが、一番自分をさらけ出せる場所は、生まれ育った街ではないかもしれないし、良き理解者は今現在、身の回りにはいないかもしれない。日本は広いよ。世界はもっと広い。親が理解してくれなかったとしても、偽りない翔ちゃんを受け止めてくれる人はたくさんいるし、将来、世界のどこで生きていくのかも翔ちゃんの自由。人生楽しいことが溢れていることに気づくのです。 僕も留学を反対され、カミングアウトで罵倒され、親の未来予想図にそぐわない選択をことごとく嘆かれ続けたけれど、留学先で意を決して友人にカミングアウトをした時に、でそれがと言われた時に、肩の荷が初めておりました。その後も引っ越したり人と出会ったり別れたりするうちに、気づくと居場所と新しい家族ができていました。両親もいろんな学びと障害を経て、カミングアウトから20年経った今では、お前が元気で幸せなら何でもいいというところに落ち着き、 僕のの彼氏も家族の一員としててて受け入れてくれくいますスーさミカさんのおっしゃる通り自分が自分でいることに何の間違いもないし引き目を感じる必要もない翔ちゃんにとって苦しい時期が早く過ぎて良い出会いがたくさん訪れますようにねえ、うん、カリコリさんありがとうございます本当、うん、こうやって15歳の翔ちゃんに世界中から、ね、メールを頂い,いて。うん ありがとうございまと他にもニュージーランドの方だったりとかね別の海外の方だったりとかもいるんですけど女の子からも来てるんだよねはい、えー、初のお便りです見ていただけると嬉しいです見てますよ私たちこんにちは22歳未来のおばさんリスナーゆうと申しますさん、ね、毎週とても楽しく聞かせていただいております 先週のお便りやお二人のお話を聞いて感情が溢れ出してきたのでお便りを書いています。22歳私は大学に入った頃から自分は同性愛者なのではないかなと自覚し始めました。そして大学4年間の中で何度か母にその話を持ち出してきました。母は最初はそのことを別に肯定も否定もしないと言っていました。しかし話していくうちに でも今、好きな相手、かっこ女性がいるわけじゃないんでしょいや、まだ本当に良い人、かっこ男性に巡り合っていないだけじゃないと言われ、なんだか受け入れてもらえていない気がするなぁと感じていました。 また、うちの両親は、私が幼少期に離婚しており、父とはたまに会う程度なのですが、母は離婚のせいで、私が男性に偏見を持っているのではないかと思っており、私の恋愛観に影響を及ぼしてしまい、申し訳ないとも言われました。ああた私はそれが原因だと思ったことはないし、うん、昔のことを後悔するよりも、今の私を受け入れてほしいと思っています。 確かに恋愛経験は少ないので、本当に同性愛者なのかそうでないのかはっきりしない部分もありますが、同性愛者かもしれないという考えも、私という人間の一部分ではあると思うんです。ちゃんと付き合っている人がいなければ、同性愛者であることを自覚してはいけないのかと、まだまだ異性愛者との立場の違いを感じています。うん、自分の関係ないところで、 マイノリティが存在していることは理解できるけれど身内となると話は変わるという考えの人は意外と多いのではないでしょうかう,うちの母はそんな感じでしたそれは本当に受け入れているには入らないよなぁと感じていますもやもやは消えませんが母を含めカミングアウトをされる側はこのことを受け入れるのに時間が必要だと思うので 私自身はその間に、大好きだと思える人に出会うために、努力していこうと思っております。うん、なんて、うんうん、冷静なんだ。二十二歳、うん。そう、私だったら親を突き飛ばしていたであろうに。<laughs> 言葉にできなくて、うまく。<laughs> まあ、そうですね。お母さんが、だから時間が必要かもしれませんね。うん、だから、ね、その時間で、じゃあ、自分何するかね。とにかく、皆さんいただいたメールをね、あの、まとめて。 一言で言い表すことはできないんですけれども世界は広いよって家族に理解者がいなくても、うん、その外に自分のことを受け入れてくれる人はたくさんいるよとか、うん、あと意外とさっきのシップじゃないけれどもそういうコミュニティが外にあったりするよっていうことと、うんうん、あといい先生いましたね。意外とこう若い芸の子たちを たぶらかす。悪い人もいるから気をつけて,てね。うん、そうそう,そ,う,そ,う,そ,うそれもすごい大事なことです。うん、あの、そこに精査はないです。男も女も。うんうん、っていうこともありますし、ええー。やっぱり、でもなんか、なんだあれだろうね。同性愛の人たちがすごく幸せに暮らしてます。普通の暮らしをできてますっていうようなメールが、やっぱ海外からの方が多いんだよね。うん、そうだね。悔しいね。 なんて国だ日本の方なんつうか読みましたけどね、うん、やっぱりまだカミングアウトしてないとかね、周りに教えてないっていう方多かったですよね。うん、あのメール今、今オンエアでは読んでないんですけど、うん、たくさんいただいたメール私たちは始まる前に読んでて、うん、日本の方だとカムアウトしなくてもいいんだよっていうことだったりとか、うん、周りには言ってないけどっていう人、今読んだ人の中でもそうだったよね。うん、ねでもさ、たまさ,かさっき一番最初に話した話じゃないけど、全てはグラデーションなんですよ。 で私たちはすごい分かりやすい二元論を仕込まれてきたんです。そうね。なんで,でかっていうと、多数派の方が楽な生き方っていうのはそれだったから。で、自分の性自認っていうのが、私は女です。美香ちゃんも女だと思ってます。っていうことは、特にそこを自覚するのに苦労もなかったじゃん。うん、私、異性愛者です私たち。うん、相手は男性って言ったところで、 悩むこともなかったし、男性が好きなことを恥ずかしく思ったり、自分がもしかしたらおかしいんじゃないかって思ったりとか、隠さなきゃいけないと思ったこともないじゃん。っていう時点で我々は、まあこれね、言い方は難しいんですよ。ここで、特権があるんですっていうことを乱暴に言っちゃうと、ちょっと、うんと,と,とまあ実際問題、特権ではあるんだけど、特権があるんですって言っちゃうと、ちょっと、そこから先の理解が進まなくなっちゃうんで、 言葉を選ぶんですけど、そういうところで非常に恵まれていて悩まずに済んで大人になっちゃってるわけですわ。っていう時点で日常生活につまずく人たちもいるんだよっていうことをまず自覚することだよね、うん、私たちがね。 えー、スージさんという方から頂きました。スーサミカさん、おはそこんばんちは、笹翔くん君のメールと、二人のコメントを排除して、いてもたってもいられずメールしてます。おじおばネーム、スージです。現在42歳で、生まれも育ちもとんでもない田舎です。時代と場所がそういう巡り合わせだったのか、ジェンダーセクシャルアイデンティティともかなり遠回りで大人になりました。ノンバイナリー、パンセクシャルです。ノンバイナリーというのは自分の性別を決めないっていうことですね。男か女かっていうところを自分に固定しない。ノンバイナリー。 そして、パンセクシャルです。パンセクシャルっていうのは全性愛という言い方をしますけれども、えー、相手がゲイなのか、バイなのか、ヘテロ、いわゆると異性愛者なのか、誰も愛さない人なのかとか関係なく、すべての性別の人を恋愛対象とする、愛する対象とする人っていう人ですね、この方は。笹生くんががっつりお母さんと向き合ってるの偉いよ。私があなたと同じ年だった頃。 自分が本当に感じていることは一切言葉にできず、誰に対しても心を閉ざしたままで、自分以外の誰のことも信じられなくて、ただ家を出て自立することだけが希望でした。うん、さっさしおくあなたには、自分が信じる人と向き合おうとする力と、辛い時は助けを求められる勇気があるから、うん、本当そうだよね。うんうん、めちゃくちゃこれよ。自分が信じる親と向き合おうとすること、そして辛い時は助けてくれってラジオにメールが送れること、この二つだけで人生99.99 99だよ、本当に。 私は、あなたやかつての私と同じような気持ちで悩んでる子たちが、生きよう、生きていけると思えるような社会を作れるよう、自分の仕事を通して頑張ろうと思う。笹サくん君の声を聞いて頑張らなきゃいけないのは私みたいなおじさん、おばさん世代ですよ。本当に。本を読みましょう。東京をはじめとする全国のプライドの YouTube を見ましょう。これパレードね、ありますね。プライドのパレードだけじゃなくていろいろな活動があると思うんで、そういう、えー、当事者の人たちの活動っていうのを YouTube で見たりするのはすごい良いと思います。 お金と時間に少し余裕があるなら、セクシャルマイノリティにフォーカスした映画祭に参加したり、ネットフリックスで関連作品を見ましょう。もしご家族や近しい人からカミングアウトされて、どうしたら良いのか分からなかったら、相談できる電話窓口もあります。うん、おじさんおばさんや立場に偉い人に面と向かって注意してくれる人なんてどんどん減る一方なんだから、自分たちの怠慢で若い子たちを苦しめないように頑張りましょう。うん。ほん自分たちの怠慢でっていうのが響いた私たちは。うん、ね。 ありがとうございます。ありがとうございます。す今回すごい、肝に銘じなきゃなと思ったのは、私は子供がいないけど、誰かにそう言われた時に、いや、まだ決めなくていいんじゃないっていうのは本当に良くないね。本人が決めたんだったら、とりあえずそれは飲み込むべきだね。うん、一番最初。べきってあんまり私、普段使わないんだけどさ、うん、本人が一回悩んで悩んでそうやって言ってきたら、ね、まずはそこは一回。そうね、もう反省だね。<laughs> <laughs> はい、ホリさん、反省タイム入りました。<laughs> まずは受け止めるっていう、そう。まずは受け止めるってことってすごく大事なんだよね。よねいいことでもさ、受け止めないじゃんないかだか。だから、例えばさ、ミカちゃんが私に、いや、私自分にね、自分のこういうとこが嫌いで、ああいうとこが嫌で、すごく気がめいるんだよねって言った時に、そんなことないよ、めちゃめちゃいい。 ちゃんこういうとこあなたの見きは「わらわら」とか「そんなことないよ」って言うじゃんすぐ、うん、ダメなんだよ、うん、一回「そっか、うん、そういうとこが嫌いなんだ自分の、うん、そういうとこが自分の欠点だと思っちゃうんだ」とか例えば自分がさその今のは悪い話になっちゃうからちょっと例えとしてどうかなとも思うけどそうやって「私はこうなんです」って言ってきたら一回そのボールキャッチしなきゃいけないんだよなそうだねなんなんだろうななんでできないんだろうな <laughs> なんか、あなたのことを思ってはダメだよっていうのは分かってんだけどさ、うん、そんなことないよって言っちゃうんだよね。じゃあさ、コミュニケーションってどうしたらいいんだろうって話だね。うん、また話、大に戻しますけど、相手を尊重するっていうことはすごく大事だと思うんです。でも同時に、ものすごく凝り固まった考え方で、視野が狭くなっちゃってる友達とかに、うん そんなことないよっていうのを伝えるためには、うん、でもまずは一回需要だよね多分ね。すべ、うん、て。うそうね。でも需要できる関係性になるのもまた時間かかるしね。うん、そうね。あと薄っぺらい、うん、薄っぺらい需要なんてほらいくらでも言えるじゃないですか。そうだね。良くないね。うん、でもふんっていうところ、そうなんだふんそうなんだっていう。 ところが大事なのかな、うん、あとはあなたのためを思ってみたいなことはやっぱり相手を傷つける可能性があるしただうん,うん人に対して自分の気持ちを伝えるときに相手の気持ちばっかり考えてるとうまく進めないのもあるじゃん私今年はもうわがままに行くぞって前言ったけどさ、うん、乱暴に行くぞい知るか」って言ってたけどこの間言われたの仲のいい友達に「あなたは」 相手の気持ちを先の先まで読みすぎるから動けなくなるんだよって言われて二次会理論でしょそう先生そ,そ,それは隙が耐えられないやつでしょそれ耐えれそう。ままそう。先の先まで読み解く力でしょなと,ううないかとかこんなこと言ったらこういうふうに思わ,れちゃう思わせちゃうんじゃないかとかこれが相手に対する強要になるんじゃないかとかさそこは言われるとおっしゃる通りですって感じなんだよね。 だ相手のことをおもんぱかることだから,だから結局すべてはこういうことで、正解は一個じゃないんですよ。二元論じゃないんですよ。いいと悪いにかっぱり分かれるわけかっぷり分かれるわけじゃなくて、タイミングもあるし、相手にもよるし、同じ相手でもうまくいくときといけないときとあるし、だから、すべての状態は、フルイドっていうのは、なんか流動的であるっていうことを、すべての関係性と、 えっと、コミュニケーションは流動的であり、正解はないが、ただ重ねていくことで見えてくるものは確実にあって、正直に重ねていくことで深まっていく絆もあるっていうことだよね。うんうん、だから、翔ちゃんが、笹翔くんが、今すぐお母さんともう一回対峙する人は全然ないと思うけど、どこかのタイミングでまた話すことが、話したいなと思った時には、 今言ったことをちょっと思い出してくれると嬉しいかな。相手もこっちも、どっちが悪いとか、あっちが正解とか、いうことじゃなくて、うん、基本コミュニケーションってディスコミュニケーション、うまくいかないのが前提だったりもするしね。難しいよね。だって私たちこんなに生きてるのにまだコミュニケーションで手こずってんじゃん。手こずりますよ。怖いわ。手こずりますか。手 <laughs> こずるよね。スーパー手こずるよね。だってだから、 その母の一言でちょっとえっとて思ったりする時もう尊敬して大好きだしそうだねお母さん大好きだ体の一部みたいな母だけどやっぱりそれでもえその一言何って思っちゃう時あるね分かり合えない時があるってことだよね最初にお母さんが言ったあなたはこのお菓子何いや何って思っただけなんだっつうって話で食べたいってい意味じゃないんだよってでもそれは向こうの先読み 何だうねさあというわけで、うん、今オンエア中にはこれぐらいしか読めなかったんですけどたくさん他にもいただきましたし、はいね、とスタッフの方からささしうに送らせてもらえるかな、うん、もちろん個人情報とか全部隠しますので、うんはい、心配しないでください、はい、さあそして我々の今日の冷やすんす冷やすんすね三重春 伸びてきましたね。はい。ね。いい感じで。はい。なんかあの、はい。うちのオイスンスの、サメジマ、サクライ、は、日当たりのいいとこも、あの、根が結構伸びたし、目も伸びてきたから、日当たりのいいとこ行ったら、いきなりブワって膨らんで、今、つぼみのつぶが上から見えるまで来ました。あ、そうですやっぱり優秀、うちのプロジェクトチーム。サメジマ、サクライ、は本当に優秀。働くからね。一方、 あの、鈍化って言うんですかそうですね。全然動きがない。なんだっけタミコえ、トミコでしょトミコ。とミエハルはですね、マイペース。やっぱ全然変化ない、一週間。これだから、なんていうの、古川さん、古川常務の、あの、後ろに置いてるんですよ。それも、あの、この版画ね、ジェンスーさんと、あの、私の版画を作ってくださった方てありがとうございます。学装してあるんです。はい。 も葬式そもで葬式に花が添えられてるみたいな感じで。2 <laughs> 二人ともね、欲し、はい、い,い人を亡くしましたみたいな感じになってるけど。ねね、それかあの寄宿舎に預けてるんですけど、そうそう全然育たないんですよね。でもあの、ちょっとそろそろ日当たりのいいところに動かすっていうのもね、一つあるかもしれない、ね、です、うん、ね。皆さんあの今 お花が咲き始めてる。おめでとうございますときもすごいね。はい、いますよね。思ってたより早かったし、思ってたより足並み取らなかったね。はい。さすがおばさん。さすがですね。バラバラと。もう腐ったっていう方も報告、ございました、ございました。すし、もうその人はその人でいいじゃないですか。そういうこともあるよ。ね。ね、ちょっとあの、ま、うちもインスタハンっていうのがあるんですけど、なんざの、一人とかでやってる。はい。 <laughs> ちょっと休校ね、全部あの、ストーリーに上げていくのが、ちょっと追いつかなくって、うんうん、他のお仕事もあるので。はい、だから、なんかお花咲いたら、なんかハッシュタグで、なんだろう。 ひやスンス最多にしましょうか。そしたら多分他のハッシュタグと。そうね。被んないでしょ。ハッシュタグひやスンス、ハッシュタグ最多二つでやっちゃうと多分分かんなくなっちゃうから、ハッシュタグひやスンス最多だね。分かった。最多は漢字でお願いします、漢字で。分かった。ハッシュタグひやスンス最多。でた。やったら、あの、目について拾うようにしますので、ね。それでまとめていきましょうよ。で、咲いのを見て、うちのはまだ咲かないとか思わないでね、もうみんな自分のペースで生きてきた。そうです、そうです。うちの三重春と富子もね。そうです。 なんか、うちのめの人は、とりあえず咲いても咲かなくても、冷やすんす咲いたって入れてもらえれば、あの、腐った球根とかあげていきますも <laughs> <れ>ね。<laughs> 大丈夫です。<laughs> 大丈夫です。ですちょっとそれでね、はい、あの、拾えるものを拾っていきたいなと思っております。はい、私、来週には元気になりたいわ。うん。元気になって。あなたは私はブラトップを探すのみに出るから。<laughs> ブラトップ、ブラトップってさ、ほんに。 <私>まあでもなんかこうなんか、のらりくらりしながらさ、うん。バカ話してさ、うん。やり過ごしながらやっていくしかないよね。いやもうだから、なんか毎日毎日、何日かでこうやっぱりいいこと悪いことは、まあ普通にあるじゃないですか。うんうん、だからなんか、まあ1ヶ月単位で平均良ければいいかなって思うことにしてます。うん、で、1ヶ月単位で平均悪いの続いたら年単位でまあ、そういうこと。べそういうこと。5年でっつって、そんひ平べったくてこう。そういうこと。はい。ということで今回はここまでにしておきましょう。 はい「オーバー・座さんでは皆様からのメッセージお待ちしております送り先は番組メールアドレス「オーバー・アット・マーク」「TBS.CO.JP ドットドット」「オーバー・アット・マーク」「TBS.CO.JP ドットドット」アルファベット小文字で OVER です来週はですね皆さんからのメールこれがなくなってしまったっていうその廃盤になったものの恨みつらみとあ,<ー>あの悲しみ 恨みつらみ悲しみをですね、送ってもらえると。この口唇使ってたのにさ、とかさ。胸じゃなくなってきてよ、だんだんまたまた。そういうことで。おっとだってそういう、あの、廃盤になってしまった、なくなってしまったぜ。テックなんだっけ、私たち。えテックデザイン。テックデザイン。いらないもの、テックデザイン。ダメダメ、そういうのテクノロジーについていこう。 <laughs> さあおばあさんそれではまた金曜の夕方5時お会いしましょうここまでのお相手は TBS アナウンサー堀井美香とジェーンス s でした「オーバー」TBS ポッキャスト